こちらがね、高崎市倉淵支所です。まあ、右側は公民館になってるのかな。私たちのおじいちゃん、イケメンお祭り好き、面白いね。おーと生きてんじゃねえよまあ、そういった毒舌キャラがいらっしゃるんですが、チカちゃんに叱られる。あ、これなるほど、二つでまあ一つ昭和初期娘さん、今年も豊年満作じゃのう。ああ、確かに上手にできてます。メアリー、これは英語村でしょ。サトロ2、隣のトトロ、マックロクロスケあ、これもトトロですよね。あ、すごい、こんなにいっぱい出てきちゃったね。ぼーっとこめくってんじゃねえよなんかあれですね、それが流行りなんですね。倉淵宇宙の旅、働く女性、なるほど。安尾くんの収穫一日体験、かかしの安尾、ホタルのハロウィン、これはなかなか今時じゃないでしょうか。これはポチッと。ソーマン星からやってきたトウモロコッシー、ランプの魔人、ハイタッチ、やはりこの方を忘れてはいけないと思います。群馬の誉れ、小栗光介之助さん、あ、第2会場もあるんですね。どうしますかね、第2会場も行ってみますかね。1.5 キロぐらい離れてますけど、これは明日から俺は金パリ突っ張り君、新鮮な野菜、ハッピーバースデー、これはまあどうでしょう。赤お兄ちゃん、倉淵の優しいおばあちゃん、これはなかなか、まあ、かかしとしては、まあ、いいかもしれませんね。まあ、光が反射するんで、まあ、眩しくて、まあ、追い払えるかなと。袋。令和、新しい時代の幕開け。へのへのもへち。なるほど。どうしようかな。今日は道祖神をして、まあ、かかし祭りの、まあ、会場行きますか。第二会場ね。今行こうとしているのは、かかし祭りの第二会場。先ほど撮った第二会場の案内図なんですけど、まさしくこの場所ですね。まず、まあなんか、
まあ、ちょうどね、そちら方向にズームすると、まあ、中学校の体育館が見えるんですよ。まあ、先ほどのね、まあ、中学校の手前の、まあ、曲がり角の、まあ、道端っていうんで、ここですね。まあ、確かに第二会場です。もうこれは、コンテストっていうか、まあ、向こうの稲穂にとってはですね、まあ、本来の役割をしているかかし君になっています。夏らしいかかし。まあ UFO なのかな。野球小僧。サザエさん、サザエでございます。まあ、そういった感じですよね。あー、田んぼの好きなおばあちゃん。これはなかなかかかしにとっては、まあ、最大の、まあ、適材ですね。はい、これは方はよく見かけますよね。ウェルカム。そして第二会場最後はオニオンくん。こういった稲穂が倒れてるのはミステリーサークルじゃないですよ。まあちょっと風があったのかな。こんな感じに稲穂がね。でもやっぱりこういった実りの季節というのは、まあ人類の根源的なところで、まあ、心を落ち着かせるみたいな、まあ、そんな気がするんでしょうかね。大和は国のまほろばでした。はい、まあ、このようなね、まあ、臨時駐車場が第2会場になっていました。まあ、今回はね、まあ、道祖神巡りを急遽道の駅ほぐりの里、まあ、かかし祭りになりました。サザエでございます。ご視聴ありがとうございました。